安倍頼時は平安時代の武将。道の国奥六軍を治めた府州長。孫に欧州藤原氏の初代藤原清平がいる。署名は雷領安太優と合した。道の区大将であった安倍忠義の息子である。雷領の代までに奥六軍に属朝制の反独立勢力を形成しており。 11世紀の半ばには、安倍氏が朝廷への抗争を怠る状態となった。永翔6年には、陸奥守、藤原昇人が数千の兵を出して、安倍氏の懲罰を試みたため、雷領は不修羅を動員して、衣川を越えて、国河領へ侵攻し、鬼節部の戦いにおいて、国府側を撃破した。朝廷は、源のより地下を新たに、陸奥守に任命して派遣するが、 よりちかが道の国赴任した翌栄翔7年春、朝廷において、上等門院、藤原明子の病気回遊祈願のために、安倍氏に代社が出され、雷漁に関する罪も許されることとなった。雷漁は、よりちかと名の読みが、同じことを遠慮して、雷事と解明した。天漁4年、よりちかが任期満了で、むつ守を辞める直前、多賀城へ帰還中のよりちか軍の部下の栄翔、 何者かが野衆したとされ、その県議人として頼地下が、大事の着し、佐田党の身柄を要求した。大事は、頼地下の要求を拒絶して挙兵し、頼地下に、大事追党の戦時が下った。天行5年7月、半家を翻した一族と見られる豪族、安倍富忠を説得するために、大事は北上したが、ひとしと路主編においてに、富忠勢に奇襲を受け、流れ屋を受けて、 深手を負った。重傷のみで、懲戒策まで退却したが、本拠地の衣川を目前に、懲戒策で没し、佐田が、雷臣の後を継いだ。なお、根弱物語集等を根拠として、雷臣自身は反乱の死亡者ではなく、江戸反乱に、同調しようとしたとの剣議がかけられたことに伴う、ものである、等の見解が出されている。また、田橋根山に桜を植えたという逸話がある。 ありがとうございます。